新たな返礼品となるのは、1977年創刊の人気雑誌、コロコロコミックと、市内の中層製造業、太陽産業が開発したプログラムで、コロコロコミックのロゴをモチーフにしたオリジナルのキーホルダーを作ることができます。砂を押し固めて形を作り、およそ250度に熱した鈴を流し込んで作るもので、小学生でも、 およそ30分で完成します今日の発表会では桑名市の伊藤成孝市長や太陽産業の影山昭久代表取締役らが体験の魅力を PR しました伊藤市長は自身も子どもの頃にコロコロコミックを読んでいたと笑顔を見せ桑名市は異物の町なので コロコロココミックと鋳物が掛け合わさった製品を子どもたちが作れるのはすごく魅力的な返礼品だと嬉しく思っていると地域の魅力発信に期待を寄せていました。寄付付額は1万円で、昨日から受付が始ままっています。